日本人みたいにウーバーイーツ頼んでーす。箸、フォーク、箸、お尻、おしぼりだよ。はい、ということで今日はですね、夕ご飯をですね、ウーバーイーツで頼みました。そんなわけないでしょ。テイクアウトしてね、今日ね持ち帰ってきました。今日はね、アロハアミーゴってとこでテイクアウトしてね持ち帰ってきました。でもなんか店で食べる時の方が美味しそうに。まあそうだね、たびたびね Y&J でもアロハアミーゴ出てると思うんだけど。で、これはロコモコで、ロコモコなんか変な、いやいつもそれついてんじゃん、マカロニは。そうで、マカロニとあとなんかあれだね、ひじきのあのナムルみたいな感じがある。うん、ナムル、あ、いただきます。してないです。アメン、アメン、いただきます。で、もう一つが、タコス、これいつも頼みました。ユージ、ニューヘアカットした。はい、カットしました。キノコカットですかね。キノコカット、この前ずっと批判してたじゃん、結局したじゃん。マッシュじゃないでしょ、これは。キノコとマッシュルームって同じじゃん。じゃあこれはおっちぼっちゃんカットでございます。ありがとうございます。これスープかな、これなんかついてるけど何これ、スープ、これはスープ。お、スープついてんの、あ、スープついてるんだ、これスープ、それがかけるソース、あ、あ、デミグラスソースだ、これスープじゃねえよ。パンパン、テイクアウトマジで好きじゃね。お店の方があったかいし、出来たてで美味しい、見た目も綺麗。でもテイクアウトでうまいね、ハンバーグが。ほんと？うん、うめ。今日焼肉食べに行った、この前のいい夫婦の日に行ったデート。焼肉屋ジョアン、ランチだと2000円なんだよね、食べ放題が。で、普通に肉も美味しいし、めっちゃお気に入りの場所ですね。なんかあとはユジのメガネ直した。あ、俺のメガネ直した、さっき落としたけど。あの、ジョセリンがね、俺にドッキリかけた時にぶっ壊れたやつを、なんかね、壊れた方、こっち取れちゃったんだけど、俺捨てちゃったんだよね、もうどうでもいいやと思って、うん、そしたら店に持ってったら、交換するパーツがあるから、あの、復活しました。このソースうめえな、うまいわ。もう12月じゃん、私まだ3月に感じる。私は、まだ9月ぐらいの気分だね。もう早すぎ、ここまで来るの。今年何したっけ、うん、何もしてないな。今年もまた結婚式やらずに終わってしまったね。お前見て、汚したよ、ふざけんな、昨日掃除したよ。うるせえ女だ。あとね、チーズと蜂蜜っていうね、お店でキャラメルリンゴタルト買いました。ちょっとこれ後で食べる。え、見て、ナイパーが私の褒めについちゃってる。やだ、なんであんたそんな強くやってんの。なん強くやってないの、あんたも。わ、私もだ。下の髪がめくれて、ご飯に髪がついちゃってる。あんた食ったの？ほんとだ！うわ！髪がお米についちゃってる。ユージさん、一番恥ずかしかった時はいつ？一番恥ずかしかった出来事？人生で。あ、でもあれかな？教室で。中学校の教室で、おならは私はバレないです。でもズボン脱がされた時かな？中学校で。で、え？誰？まで出てしまったと、友達に。そんなことしちゃダメでしょ。で、教室で、中学校か小学校の時、いや、女子はね、一人二人ぐらいかな、いた、わかんない、いた。お前が、で、そこでもうパンツとズボンをうわーってやれて、チンポ見られた、チンポボロ、おー、ちっちゃいチンポ、ふざけんなよ。そういう問題じゃねえだろ。私はもう食べたよ。早くねえか。はい、次はこちらのタコライス。で、その時にもう恥ずかしくてね、学校に行けなかった。はぁ、うん、嘘、言ってたけど行きたくなくなった。あと、その時先輩の女子が俺に遊びでなんかパンツ脱がしてきたりしたんだよ。パンツじゃねえ、パンツじゃねえ、ズボン、ズボン。なんだその女。で、俺が追いかけるとトイレに逃げるから、俺がトイレの壁を思いっきり蹴ったんだ、ドアを。そしたらドアが外れちゃって、俺が先生に怒られるっていう。はぁ、そんなことある。いや、でもまあ蹴ったのは俺が悪いからな。でも、あの、アクション女がすごいもう怒ってる。ジョセリン怒り始めました。じゃあ、あんたの一番恥ずかしい出来事は。昨日とこ行ってさ、で、その人の家行って、いろんな友達集まって、で、めっちゃおならしたくなってきた。でも、部屋がめっちゃ静かでさ、うん、できるわけないじゃん。え、みんな何してんの。ゲームしてたけど、うん、音量ゼロ。え、で、何にも喋ってなかった。で、私、やべ、もう出るもう我慢できねえ。でも、ここで無理じゃん。トイレも行ったらさ、聞こえちゃうじゃん、全部静かだ
から家が、うん、3時間同じ状態でさ我慢、うん、もう我慢できなくて私やばい来るってなって叫んだわけじゃないの。なんだ頭の中叫んだ挙句を鳴らしたらやばすぎだろ。もう立ってみんなどうした女性に立って、うん、家から出たもうすべてのドア開けてさ、うん、あーって家からもうでみんなどうした出たらおならできたけど恥ずかしすぎてもう帰りましたまた顔忘れなかったそれもうさちょっと前に帰りゃよかったじゃんえでも外でも音は聞こえたのねみたいな。No。音は出なかったの、うん、でも音出ると思ってたよ。まあまあまあね、そりゃそうだ。なんだよ、全然可愛いもんじゃねえかよ。可愛くねえよ、だって好きな人の前で、うん、鳴らしたくないじゃん。でも俺の高校生の時に俺の前の席のまあ結構人気の女の子が授業終わる時ってさ、起立礼ありがとうございましたって言うんだよ。でその起立の時にブーって言って鳴らしてたってイエス。もうそん時に、あ、女の子もおならすんだふざけんなよ、なんだそれ。ユージ少年はそう思いました。人の前でおならできない。あ、だってあんたと会った時もやべ、ユージおなら出るで、家出ておならしたじゃん、うん、なんか覚えてる。あーで、やばい、ここでトイレ行けない、コンビニのトイレ、うん、そっか、あんたそっか、最初コンビニトイレでなんかあの行こうとしてたけど、うん、あんた、うん、バカ言うなよ。そうか、まああんた全然恥ずかしくなかったね、そういうの。全然なんか最初からおならとか別にしてたし、スカイプでもめっちゃおならしてた、うんやめろよそういうこと言うの。あ、でもさ学校でうんことかさしにくい。学校でうんちしたことない。ない、学校でね。なんかあのそのうんこしてるところに誰か入ってたら、え、誰が入ってんのってなって上からみんなで見たり。そんなこと。で、あ、後からうんこうんこしてるみたいな。でもそういえば上から見るって言ったら、うん、大学で友達がいてレスビアンな人、まあ別に構わないけど、うん、めっちゃなんか私にハグとかこういつもこう、そう、私、オッケー、ちょっと待ってくれよ。で、一回私トイレ行ったら、しっこして、上からでもこう見てた私を、え？かわいいパンティー持ってるーとか、はぁ、もうしっこ見、してたとこ見られたよ。ほんと？もうパンティーまでもう全部、多分マンゴーも見られたけど。もう全部見られた。あれもう恥ずかしかった、あれ。でもじゃあ、リンゴタレとく？いや、でも、やっぱり、俺、うんちしてるの恥ずかしいからさ、だからいつも先生用のトイレってあるんだよ。授業中に先生用のトイレまで走って、行ってた。でも結局、窓から見えんだよ。行くまでの道って、教室の窓から見えんの、上から。だからみんな結局そっから、俺が走ってってるの見て、おい、うんこしに行くのか、みたいな感じで。はい、ということで見てください。いや、美味しそうで、チーズ、キャラメル、アップルタルト。でも、パブロのやつ、一番美味しい。あれマジ一番、うん、うまし、うまいよ、うん、正直キャラメルの味あんまりしないかもパウロが一番、うん、でも普通に美味しいぞ、うん、美味しくね、うん、美味しいけど緻密の味が濃い。緻密あんま好きじゃない。あとあれかな、恥ずかしかったのは、はい、いきなり高校生の時に夏休み終わったぐらいかな、そのぐらいから結構ヒゲが濃くなり始めたんだよ俺。もう剃っても青く見えんの。青くか黒く、青くっていうの、黒いでしょ、青くっていうの、青ひげっていうの。もう日本人が病気はあの目、あの色のなんて言われ、あの信号機のことを緑じゃなくて青っていう、青とかにして、もう意味わかんない。はい、つけて剃って学校行ってた。何が恥ずかしいの、普通の男だって。学校行ってたんだけど、ちょっと聞けよ話を。だ、海外だとさ、まだヒゲ出てないやつはプッシーってよく言われる。はい、つけて。テストがあって、俺が一番先に英語の先生だったんだけど、英語のテストを出して、テストが早く終わって先生に出して、もうみんな、まあ、テストだから教室が静まってるのよ。静かの中、あれゆうじくん、ヒゲ濃くなったねーってみんなの前で言われて、うん、恥ずかしすぎて、みんな見てんね、私の顔を。バカじゃねえ、あんた。それで恥ずかしがることないでしょ。恥ずかしい、俺だって気にしてたんだよ。でも俺マジでヒゲ脱毛して、今めっちゃ楽だよ。私の昔の写真見てよ。変態じじいみたいな顔してんじゃん。今より。今の方が変態じじいの顔してるよ。今日の一言、テイクアウト美味しくね。まあ一番は店舗で。
食うべきでしょ。好きな人の前でおならはの、あんたの一言。テイクアウトするならピザ。はい、あんたの一言。髭が黒くなる。髭脱毛最高。脱毛最高。脱毛で人生変わりました。おやすみ。おやすみ。